ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは長崎県佐世保市享保寺住職、和田智行さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、和田さんには、いつか出ていただきたいなと思っていて、ようやく縁が整いまして嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。何があって、やっぱりなんか独特なものありますよね。独特なんですか。なんか言われたりします？もう小さい頃からずっと言われてきました。ずっと言われてきたんですか？それはただ恥ずかしいですよね。いや自覚を持てないっていう。それを、全開にして、やっていければと思うんですけど、はい。そうか、小さい頃から言われてたんですか？ずっと言われてきましたね。何を言われるんですか？いや、なんだろう。変わってるということ、もうその単語はずっと言われてきて、うん、どこがっていう話を聞くと、なんか、そうですね、これまでなんか明確に、ここがっていうのを言われたことがないかも。じゃあ。立ちこもるんですよね、相手が。じゃあそこを突き止める。そうですね。一週間にしましょうか。いや、ちなみに今回、こういうふうにお話しするにあたって、はい。妻に、うん。なんかその、オンリーワンなところってあるって聞いたんですよね。はい、はい、はい。まあ、したら、わかんねえよって言われましたけどね。まあ、そうですね。うん。ずっと変わってる。何かが変わっていると。一応自覚はあるんですよ。これだけ言われれば。はいはいはい。まあみんなが言うからそうなんだろうなっていう。そうですそうです。うん。そうか。まあ今、佐世保のお寺の住職で。はい。そうですね。はい、で、幼稚園とか。もうされてるから、まあ、どうでしょうね。お寺の住職であり、まあ、日々、園長というか、こう、子供に囲まれるというのも、まあ、大きな、パートですよね。そうですね。だから、こう、まあ、お寺というと、どっちかというと、やっぱ年配の方が多いですけど、はい。と、子供とに、こう、両極に囲まれる、はい。日々ですか。そうです。入り口と出口みたいなもんですね。はい、はい、はい。そうですね。ま、間がすっぽり抜けてる感じ。そうですね。なんとかしてその間を埋めていくっていう活動は日々してるかなと思いますね。なるほど。うん、まあ、どこからね、話すかなんですけど、いや、僕もその、なんで和田さんがこういう風に なったのかっていう、うんうん、まあ、こういう風ってどういう風なのかっていう話ですけど、興味があるんで、まあ、幼少期、遡ってみると、うんうんうん、一番古い記憶とかってどんなものですか？幼稚園の、年中か年長の時に、うん、みんなでお散歩に行ったんですよね。おう。それで、途中で分かれ道があって、
で、その分かれ道は、広場を挟んで分かれていくので、向こう側が見えるんですけど、うん、そこで友達と二人、別の道を歩いていったんですよね。うん、まあ、だけど、広場を挟んでるから、まあ、グループから僕らは見えてるので、まあ僕らも安心して離れていってるわけですけど、うん、どこまで行ったらこれは声をかけられたり、こう注意されたりするのかというのを、まあなんかワクワクしながらひたすらこう分かれ道を進んでいったっていうのが一番古い記憶ですかね。おうんうん、それなんかすごく覚えてるんですよ。一番古い記憶、ああ、じゃあちょっと群れから離れて少し冒険をしたっていう。そうです、そうです。うん。だけど、その結果は覚えてないんですよね。先生に怒られたのか、連れて行かれたのか。うん。ただその友達と、なんでしょうね、ワクワクしながら、違う道を歩いたっていうことだけは覚えてますね。あれ、それは生まれ育ったところっていうと、今のお寺の、まあ、近くですね。近く、うんうん、佐世保。佐世保です、はい。うん。じゃあまあ地元で生まれ育って今もね、佐世保っていうことですけど。うん、うん。その頃は幼稚園の記憶っていうと、今やってる幼稚園ともまた違う。そうです。別の幼稚園ですね。別の幼稚園で。うん、育ったのってこう、お寺で育った感じ、格ですか？そうです、そうです。長男なので、跡取りとして、育って、うん、で、大学に行って、この浄土真宗の大学ですけど、まあ、そこからドロップアウトした感じで、働き出して、うん。まあ、それで10年ぐらい、東京で働いて、まあ、椎間板ヘルニアでちょっと寝たきりをしばらく、したので、それでまあ帰らざるを得なくなって帰ってきたところに、ここのお寺から声がかかったっていう流れですね。だから、育ったお寺と今のお寺が、は違う。違います。はい。ということですもんね。うん、いや、その辺もなんかこう、ちょっと興味深い人生の旅だなと思って。うん、お寺の長男、うん、だから後を継ぐ予定のお寺がありありましたね。うん。まあ実家のお寺っていうことになりますよね。そうです。うん。それはこう継ぐ気満々だったんですか？あんまり継ぐ気満々じゃなかったですよね。振り返れば。うん、中学校の時も、私立に進学をしたくって、やっぱり学びたいことがあったので、そっちに行きたいという話はして、ただ、まあ、あなたは後取りだから、ということで、まあ、高校大学と進学をしましたね。ああ、後取りだからということで、その、仏教系に進学をするんですね。そうです、そうです。やってみたかったことって、なんかどんなことだったんですか？その当時は、まああるあるかもしれないですけど、心理学をすごく学びたかったんですよね。ああ、うん。ずっと夢に興味があったので。ああ、はい、なんか、わかるような気がする。あります。わからないけどわかるような気がする。はい。そうなんですよ。ずっとその夢日記みたいなのも書いてたし、その明晰夢ってその今夢を見てるんだというふうに認識するためにはどうしたらいいかっていうことを、その中学校3年生ぐらいからかな、高校の間もずっと一人で勝手に、まあ自分のことだから一人で勝手にやるんですけど、うん、ずっとやってましたよね。夢が夢であるのに気づく技術とかあるってことですか？あります。なんか映画でインセプションっていうのを見ましたけど、はい、あれはなんか夢の中でね、うん、何かをこう、なんか道具みたいな、コマみたいなのを転がして、うん、まあ、それで確かめてましたけど、なんか、それ知りたいです。いや、
手順って本当にその夢日記をつけ続けて、うん、で、自分がその夢を見てるんだ、寝ると夢を見るんだっていうことを意識をしながら寝ることを繰り返すというふうにその当時なんかで読んだんですよね。ただそれをもうひたすら続けて、時々だから、嫌な夢って見たりするじゃないですか。やっぱ人間誰しも悪夢って、はい、うん。めっちゃ見ます。はい。で、その悪夢から多分逃れたいっていうのもあったんでしょうね。はい、はい。何種類かもうそれこそ、幼児の頃から、小さい頃からもう熱が出た時にはこの悪夢とか。ああ、いや、もうね、はい、それありますよ。熱が出た時必ずあの夢見るんだよな。ありますね。そうそう。なんか何種類かその悪夢があって、それらを見たくなかったとか、なんかそういうのが多分理由だと思うんですけど。やっぱある時に、うまい具にハマったことがあったんですね、何回か。これ、これ夢じゃんっていう。わかっちゃった。そうなんですよ。なんか一向一揆の、空堀って水の入ってないお堀で、一農民兵士みたいな感じで、うん、もう、なんでしょう、吸ったもんだで、泥まみれになってるところで、こう、まあ、なんだろう、相手側に押されて、もう、ダメだみたいなところで、こう、目が覚めるみたいな夢があったんですよね。うん、それ、もうダメだの瞬間とか結構辛いですもんね。そうなんですよ。うん、で、ある時に、あれこれ夢だっていうふうに気づいたんですよね。うん、あれこれはもしかして、むちゃくちゃリアルだけど現実じゃないなと。うん。うん、で、あとは、まあ、これ現実じゃないんだったらまあいいやっていうふうに落ち着けて。はい。はい。まあそのまま、悪夢じゃなくなって、っていくんでしょうけど、その辺はもうだから夢だから曖昧なんですよね。うん。へえ。そういうことを何回か経験してましたね。そうか、夢日記か。なんか、いや、結構悪夢見るんで、うなされたり叫んだりするんですけど。はい、今でも全然ダメです。ん？いや、今できなくなった。全くダメです。そうか。うん。その、まあ、起きた瞬間覚えてるんですけど、うんうん、嫌な夢だから思い出したくもないっていうところもあって、うん、はい。だから結局日記がつけられないっていう、ね、パターンなんですけど、でもたまに、あ、これ夢だって気づいたときに、そのまんま夢に乗っかって、遊んでやるっていう時もたまにはありますね。うんうん、こう。多分それがその明晰夢っていうやつだと思いますよ。はい、はい、うん。なるほど。そうか、そうか。いや、うん。まあなんかそういうの勉強したかったんですよね、本当は。はい。だけれども、まあ、仏教をやると。うんそうですね、うん。いうことで、うん。どうでしょうね。まあもちろんぴったり重なるものじゃないけど、でも和田さんの興味関心だったら仏教もやってみるとこれ結構面白いじゃんみたいなところもあったんじゃないですか。どうですか？そうだと思うんですけどね。うん。なんだろう。ある特定の宗派のことを学ぶところからスタートになったので、もしかしたら入り口でつまずいたかもしれないですね。ああ、そうか、そうか。はい。ああ、もっとこう違う入りだったらむしろ、うん、ね、まあ、うん、興味を持てたかもしれないけど、こう、うん、自分でどっかでシャッターを下ろしちゃった感じもあるってことですか？ありますね。うん。そうか。あ、それで、ドロップアウトって言われましたけど。うん。一応、卒業はさせてもらったんですけど、うん、これ言っていいかどうかわかんないですけど、卒論を出してないんですよね。うん、あ、なるほど、なるほど。はい、正確には。はい、はいはい。まあ、卒論なしの卒業もね、あるは、あると思うんで、はい。学部で多分それが認められてなくって。おー。はい、
就職が内定してたので、特例で卒業させますみたいな話を。なるほどね。されたので。はいはい。まあそういう、はい、時代のね、タイミングとかもあるでしょうしね。はい、まあそろそろ時効ってことで。そうなんですよ、ね。いや、それがつい、はい、昨年末、2ヶ月前に、その何でしょう、卒論の、何ですか、担当に当たっておられた先生と再会する機会がありまして。うん、へぇ、はい、友人の結婚式でばったり同じテーブルになりまして。はいはいはい、ああ、そうなんですね。はい。あの時は、ご迷惑をおかけしました、みたいな。そうです、そうです。はい、話をしているうちに先生思い出されたみたいで。まあ、たまたまその、卒論のテーマに挙げてた課題に、結局巡り巡って今取り組んでいることもあって、あの時のあなたが立派になられましたねって言われて。へえ、じゃあ、まあ、まさにそのテーマ、興味ありますね。じゃあちょっと今日はこの辺で。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。お坊さんやお寺の関係者の方にご案内です。私、松本祥啓も講師を務める未来の住職塾ネクスト R5 が2023年5月に開講となります。お寺のこれから、そして宗教者としての未来を描き、自坊独自の計画書を作り上げる全6回のプログラム。受講にご興味のある方は未来の住職塾で検索してみてください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。Thank you.
Thank you.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。